こんばんは、ハレリア。皆さんお元気でしょうか。1月19日ですね、月曜日ですね。はい、もう一日が早いです。こんばんは。今日の放送が今か今かと待ってました。嬉しいですね。皆さん、連動放送楽しみにしてくださると嬉しいですね。私たちは御言葉に植え替えています。御言葉に植え替えています。イエス様に植え替えています。霊的なものに植え替えています。まあ、その反対が欲をむさぼるということですが、欲をむさぼることは良くないんですね。イネさん、ハレリア、こんばんは。こんばんは。キリスト教を信仰したいんですが、どうすればいいですか。ぜひ今日の放送を聞いて最後にですね、イエス様を信じる人と言いますから、アメンと言ってくださいね。イエスキリストを信じるだけでいいのです。この放送のおかげで聖書を熟読しています。素晴らしいですね。ナイフさん、こんばんは。今日も家族揃ってこの放送を笑いに来ました。アメン。はい、今日はですね、突放送でいつも突ね、許可制なので、今日はですね、まあ、特別ですね。特別今日だけ証突、質問突、相談突放送ということで、アパルさん、こんばんは。今日はですね、まあ、もちろんいたずら放送とかネタ突とかいたずら突はダメですよ、皆さん。ちゃんと、真面目な突だけですね。ぜひ皆さん、その、真面目な突をお願いしますね。はい、1番が証突ですね。ラキスさん、こんばんは。2番が、質問突、相談突ですね。あ、でも、まあ、突の前にちょっとあれですね、角笛吹きましょうね。角笛ですね。彼女と別れるにはどうしたらいいんですか。クリスチャンになりますのでごめんなさいという感じでですね、純潔を、これから純潔にしますということで、今日も御言葉定食食べに来ました。アメン。それではですね、まず、角笛からいきましょう。角笛はですね、イエス様に向かっての、歓迎ですね。また、来てください、イエス様来てくださいという思いで角笛を吹きます。イエス様に心を向ける、待ち望む、救いを待ち望むという、そういう意味合いがあります。リバイバル角笛ですね。再臨角笛ですね。もう飽きました。その飽きるとか、ね、そのネタで見ると飽きるわけですね。信仰で見なきゃダメなんですね。欲っていうのはですね、欲っていうのは飽きるんですね。その肉的なことっていうのは飽きるんです。でも信仰で、ね、信仰で物事を考えるんですね。ぜひ皆さん、欲はですね、一時的です。欲は一時的ですね。ぜひ皆さん、すべてのことを信仰で考えるんですね。信仰で見てください。伝道部屋を信仰で見てください。角部屋をですね、信仰で聞いてください。失速しそうですが、はい、その肺活量はですね、
なんかやってるとだんだん肺活量が増えてきてる感じがしますけど、やっぱり毎日やると肺活量も増えるんでしょうかね。だいたい肺はですね、4リットルかな、3リッターから4リッターぐらいの空気を出せるというふうに聞きましたけど、まあ4リットルだと牛乳瓶3本分ぐらいなんでしょうかね。はい、イエス様が来ます、イエス様が来ます。皆さんが、イエス様を歓迎して、皆さんの心の中にイエス様を歓迎されました。イエス様が皆さんの心の中に来てくれて、それで、救われるのです。イエス様が心の中に来られて、人間は救われるのです。救いとは何ですか？救いとはイエス様をと共にいることなんです。救いとは何ですか？イエス様を持っていることなんです。救いとは何ですか？イエス様と共に天国に行くことなんです。あ、広告ありがとうございます。救いとは何ですか？救いとはですね、その救いとはそのイエス様と共にいること、イエス様のそばにいること、イエス様との信頼関係、皆さんその全地を作り、万物を作り、すべての生きとし生けるものを作られたお方、命の源であり、命自身のお方、命のお方、イエス様は、十字架にかかって3日目によみがえりました。イエス様が復活しました。命の方だということを表すためですね、死んでですね、そのままでいることはありえないお方、イエス様はその命のお方なんですね。命のお方、そのことをですね、ちょっと聖書で書いてあるところがあります。使徒行伝のところにですね、こう書いてます。あ、ここですね。使徒の2の24にこう書いてあります。この方が死につながれていることなど、ことなどありえないからです。この方が死につながれていることなどありえないからですと書いてありますね。イエス様は私たちのために一度、十字架にかかって死なれましたけど、その方は命のお方ですから、死につながれていることなどないのです。死につながれていることはないのです。その方は命のお方なんです。今日朝ですね、実はガーナのコニーさんがですね、通話してくれたんですね。で、フェイスブックでですね、通話ができるんですね。そして、コニーさんがメッセージしてくれたんですが、その方によるとですね、そのイエス様は命ですから、ね、そのイエス様を持っていなければ、まあ、霊的に死んでいるということですね。霊的に死んでいる。そして、そのイエス様を信じるとですね、私たちはさまざまな領域の中でこの命がこの現れてくる。まず心が、多くの人は心が死んでいますが、そのイエスキリストを信じることによって心が生きてきます。エイジさん、ハレルヤ。そして人生が生きてきます。そして、私たちは神の愛を持つので、人間関係が生きてくるのです。多くの人の人間関係は死んでいます。
多くの人の人間関係は死んでいます。なぜかというと愛がないからですね。神の愛がないので多くの人の人間関係は死んでいますが、神の愛を持つ、クリスチャンが、神の愛を持つクリスチャンが、人を許し人を愛するようになることによって人間関係が回復し、人間関係が生きてくるのです。イエス様から命が流れてきて、すべてのものが、生き生きとしてくるのです。すべてのことが生き生きとしてくるのです。心が生き生きして、言葉遣いが生き生きして、さまざまなことが生き生きしてきます。はい、トツの方が一人現れましたですけれども、ちょっと行きましょうか。はい、もしもし。もしもし。はい、質問が終わりですか。質問というかですね、家が、寺で、はい、浄土真宗のお寺なんですけど。ああ、そうなんですか。ちょっとキリスト教のお話を聞きたいなと思って。ああ、いいですよ、どうぞどうぞ。キリスト教ってどういう宗教なんでしょうか。ですね、一言でちょっと言えないんですけれども、はい、まあ、簡単に言うとですね、はい、この世界は神が作った世界だということですね。神が作った世界、はい、そして神は一人しかいないと、はい、でその人間も神が作ったんですが、人間だけはその神様に似せて作られたということですね、はい、で進化してできたのじゃなくて、神様のその創造されて作った、だからよくできているということですね。キリスト教っていうのは、はい、僕たちが救われるためにはどうすればいいっていう説いてるんですか。はい、そこは大事なポイントで、私たちは救われなきゃいけないんですけど、まあ、救いの定義もちょっと話さなきゃいけないんですが、まあ、とりあえず救われるためにはそのイエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによってその罪が許されて、そして救われるんだというふうに考えるんですね。質問していいですか。はい、罪が許されるとどうして救われるんですか。はい、そうですね、じゃ あの救いについてちょっと定義を言わないとちょっと分かんないと思うんですが、はい、お願いします。何から救われるかというと、まあ、いろんな言い方があるんですが、もし救われないままだとどうなっちゃうかというと、地獄に行くというふうに私たちは考えるんですね。ということは、罪が現れる人は天国みたいなところに行けるっていうことですか。ですね、そう、罪が許されたらば天国に行けるという考え方ですね。宗教というか浄土真宗では、はい、の宗派では、うん、僕たちは死んでから悟りを開くっていう、うん、で悟りを開くと、そこはなんか無の境地に似たような空間で、うん、娯楽という娯楽は存在しないみたいな空間なんですけど、うん、キリスト教は僕たちは悟りは開けないんでしょうか。悟り開けます、開けます。まあ、その、悟る、仏教の悟りとキリスト教の悟りはちょっと違うと思うんですが、はい、キリスト教の悟りっていうのは、その、霊的なことが分かるという、霊的なことが分かる。例えば、はい、その神がいるということが分かるとか、はい、そのイエス・キリストが神の子であるということが分かるとか、はい、人間が罪深くて、その汚れている存在だということが分かるとか、はい、からその悪魔が分かるとか、まあ、いろんな真理がありましてね、はい、その真理は一つじゃなくて、いろんな種類の真理があるんですけども、はい、その真理がだん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 見えてくる、悟っていくっていうのがキリスト教の悟りなんですね。キリスト教は一神教じゃないですか。一神教、はい、はい、はい。じゃあ、
そのイエス様っていうのは、その悟りを開き切った人なんですか、それとも別次元の人なんですか。イエス・キリストは悟った方じゃなくて、神であられる方なので、はい、もともと真理のお方というか、もともと悟ったんじゃなくて、もともと真理のお方というか、その方が真理だみたいな感じ。ということは、イエス様っていうのは、もともとは人じゃなくて、もともと神様。そう、もともと神様ですね。もともと神。ということは、それは信じるっていうのは、神に救われるように願うっていうことですよね。信じるっていうのはですね、難しいんですけども、まあ、少なくともイエス・キリストが神である、また救い主であるというふうに認めること、はい、それから、まあ、自分は罪、神様に対して罪があって、まあ、それを認めること、はい、その罪を認めるっていうのは、仏教とは似てて、あ、仏教もなんていうか、自分も罪があることを認めて、悟りを開くんですよ。あ、で、仏教ではその悟りが開いた人たちが、神として、崇めるみたいなやつなんですけど、そういう感じに、と、キリスト教ってどう違うんですかね。非常に似てますね、似てます。はい、つまり、キリスト教も、そのイエス・キリストを信じると、その、悟るんですよ。はい、その自分の力で悟るんじゃなくて、こう、イエス・キリストの力で悟るのね。で、悟ると神の子になるんですよ、神の子に。神じゃなくて神の子になる。似てるでしょ。あ、はい。うん。そして、ますます悟っていく。だから、はい、まあ、悟りに、まあ、イエス・キリストを信じるっていうのは、悟りの世界に入るという感じでしょうかね。はい。で、僕たちは死ぬとどうなるんですか？肉体が死ぬとですか？はい。肉体が死ぬと、そのイエス・キリストの再臨ってもう一度イエス・キリストが来ましてね、はい、でその時に、あ、すいません、はい、もう一度ってことは僕たちはもう会ってるんですかね。え、もう一度、今再臨って言ったじゃないですか。再臨っていうのはね、2000年前にイエス・キリストは来たんです、はい、この地上に、はい、でその十字架にかかって復活して天に昇ったんですけど、はい、もうすぐ、まだ来てないんですよ、これからですけど、もうすぐ、もう一度イエス・キリストがこの地上に来るということですね。はい、そこまでは死んだままなんですよね。いや、例えば今もう死んだ人もいるじゃないですかね、はい、で生きてる人は死なないんですけど、その、はい、死んだ人たちがイエス・キリストがこう来た時に復活といって蘇るわけですね。蘇る、はい、だから読み返る前はどうなってるんですか。その読みって言うんですけど、はい、読みにですね、こう、まあ、眠ったままでいるということですね。ということはその時は記憶も何もない状態ですかね。まあ、寝ているような感じなので、まあ、それは聖書にそんな詳しく書いてないんですけども、ということは、はい、人間って100年っていう、長くても100年ぐらいの短い時間しか生きれないじゃないですか、うん、はいはいはい、なんで神はその時間の有限性を作ったんですかね。本来はね、神様は命の方ですから、はい、その人間が罪を犯すまでは死ぬっていうことがなかったんですね、本来は、はい、ところがアダムとエバが罪を犯して死が入って、あ、すいません、はい、アダムと、僕が知ってる限りの死ぬまでは、うん、アダムととかが人々を作ったっていう、なんか変な知識があるんですけど、うん、あ、じゃあアダムとかはどういう人たちなんですか。アダムはね、最初に作られた人間ですね。一番最初の人間です。ということは、うん、一番最初の人間が罪を犯しちゃったから僕たちは命っていう定義があるんですか。時間の有限があるんですか。そういうこと、そういうことですね。そういうことです。じゃあ、なんていうか、うん、悟りを開いた人も死んじゃうんですよね、うん、肉体はね、肉体は死んじゃいます、はい、で、時間は有限なものですよね、はいはい、
じゃあまたそこから少なくとも1900年間、うん、2000年間、うん、イエス様は現れてないですから、うん、その2000年間、うん、あの時間を無駄にしちゃうわけですか。そうですね そういうことですね。じゃあ無駄にしてでまた転生するってことですか。転生また生き返るんですか。そうですね。そうです。じゃあ生き返ってまた罪を犯すことはないんですか。それはないんです。ないんです。ということは、自分罪を認めた人は、うん、もう罪はしないんですか。生きてる間にはね、生きてる間には罪を犯すことがあるんですけど、はい。ということは、うん、死っていうのが重要なものなんですか、それとも、うん、イエス様に助けられるっていうことが重要なことなんですか。イエス様にそう助けられることが重要です。ということは、じゃあどうして罪を認める必要があるんですか。そう、罪を認める理由はね、はい、そのイエスキリストを信じると十字架によって、十字架っていうのはまあその身代わりなんですよ。はい。十字架が身代わりなんですか。まあ、法律で言えばね、法律で言えば罪を犯すと罰があるじゃないですか。はい。それと同じように神様に対する罪も罰があるんですよ。はいはい、でその罰が死なんです。死が罰なんですね、はい、死刑っていうことなんです。でも私たちはその、はい、イエス・キリストが十字架に身代わりにかかって死んでくれたので、はい、イエス・キリストを信じるとその十字架の贖いっていうんですけどね、はい、十字架の身代わりによって、免除されるんですよ、はい、うん、ですから肉体は死んでも、はい、天国に行くことができるということですね。でも天国はないんですよね。天国っていう空間で寝てしまうんですよね。ああ、ごめんなさい。だからそのイエス様が再臨するまでは寝てるんですけども、はい、イエス様が再臨すると復活してね、はい、その後に、まあ、最後の、審判っていうのがあって、はい、その人が本当に天国に行くのか地獄に行くのか、まあ、エマ大王みたいなもんなんですけどね、はい、そのあなたは有罪です、あなたは無罪ですっていう判決を一人一人がね、もう生きてる時の行いに、はい、行いをすべて裁かれるわけですね。はい、でも、その生きてる時の罪は関係ないんですよね。イエス・キリストが死んだ場合には許されるんですけど、変えていくって感じですか。その浄化っていうのはまた、その、信じた後にね、信じた後にだん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 浄化されていくんですけど、信じた瞬間は、まあ、その、要するに、恩赦を受けるみたいな。恩赦、あなたは罪を犯したけど、恩赦でもうそれは問わないよみたいな、そういう感じですね。じゃあ、大体信じてる気キリスト教の皆さんは天国に行けるんですか。うん、その信じたと言ってもですね、例えばいい加減に信じてる人とか、まあ、本当に心からそのイエス様がいることですけど、クリスチャンが全員救われるわけじゃなくて、はい、神が本当にその人の信仰を見てね、はい、判断するので、その、まあ、じゃあ今世界中には、はい、キリスト教の信者っていうのが、まあ、大体20億人から30億人いるって言われてるじゃないですか。そうですね。じゃあ残りの半分、約半分以上の人々はどうなってしまうんですか。うん、それは何ていうか、罪が残ってるわけですね。罪が、じゃあ罪が残ってるからもう無条件に地獄に行っちゃうわけですか。行いに応じて裁かれますから。地獄に行ったらどういう世界なんですか。永遠の刑罰、永遠の苦しみって書いてありますね。了解です。じゃあ、うん、死っていうのは、うん、罪を償う方法って書いてるじゃないですか。はいはい、はい、それはどうしてなんか罪をあれにするあれなんですか。どうして罪を、うん、だって罪を犯した人たちは、うん、自分がその罪を認める、うん、認めないの前に、うん、
罰として殺されちゃうんですよね。そうそうそうですね。ということは、そういう重大な罪を犯しちゃった人は、うん、もう天国に行く権利がなくなっちゃうんですか？罪のゆえに天国に行けないわけですね。罪が、罪のゆえにね。でもその罪は、本当は浄化されるというか、うん、キリスト教を信じて、うんうん、というか、我々はそれをなんか免責してもらうことができるんですよね、うん。信じればね。信じれば免責があるわけですね。はい、うん、じゃあ、それを与えてくれない死刑っていうのは、間違った方法なんですか？いや、だから生きてる間はチャンスがあってね。はい、生きてる。でも、うん、今の制度だと、死刑が決まっちゃったら、時間っていう区切りが来て死んじゃうじゃないですか。ってことは、その死刑制度はちょっとおかしいんですか？ちょっと私今意味がわからないんだけども、 説明します、はいはい、死刑って、はい、罪を犯した罰ってことですよね。そうそうそう。その罰っていうのは、地獄に行けないっていう罰なんですか？地獄に行くという罰ですね。地獄に、あ、地獄に行くという罰。そうそうそう。あ、ということは、うん、もうそういう大きな罪を犯しちゃった人は、うん、天国に行く権利はないっていうことですか？死んだ後は確かに、でも死ぬまではチャンスはあるっていうこと。でもそのチャンスを消してしまうのが、うん、死刑ってことでしょ？そのね、その死、まあその肉体の死とね、はい、肉体の死と、まあ、大の死っていうのがあるんですけども、はい、要するに、大って何ですか？大にっていうのは要するに地獄行くことを大の死っていう言い方がありましてね、はい、肉体が第一の死で、地獄に行くことが第二の死なんですけど、はい、要するに生きてる間が、まあ、要するに、その救われるチャンスがあってね、はい、イエス・キリストを信じれば救われるんですけど、死んじゃったらばもうチャンスがないんですよ。はい、チャンスがないですね、うん、そして最後の審判も受けなきゃいけないということですね、はい、ちょっと、結局死刑っていうのは、うん、キリスト教はあっていいと思ってるんですか？この世の死刑のことですか？この世の死刑です。ああ、この世の死刑制度のことですか？はい。私は死刑制度反対ですね。あ、それはやっぱり、自分が救われるチャンスがなくなるからですか？その死刑囚でもね、悔い改めたら救われますから、はい。チャンスを与えるべきだと考えるわけですね。死刑制度っていうのはチャンスを奪っちゃうような感じですからね。あ、はい。あとですね、うん、はい、世の中には いろんな宗教があるじゃないですか、はいはい、まあ、大きくキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、まあ、ユダヤ教とか含めて、はいはい、でも無宗教が7億人いて、うん、でキリスト教を除いてもいっぱいいるじゃないですか、うん、その人たちのことをキリスト教はどう考えてるんですか？救われるべきだと思って伝道する、私たちは今、まあ、このニコ生で伝道しているのもね、その無神論の人たちを救うために伝道してるわけですね。はい、ということは、うん、一神教であるキリスト教っていうのは、うん、イスラム教の信者さんには、うん、イスラム教の神は存在しないっていう意味で伝道するんですか？そうです、そうです。ということは、イスラム教の神っていうのは、デタラメな神なんですか？まあ、直接そう言ったらもちろん失礼なのでね、その言い方がありますけれども、はい、まあ、その、本当の神は一人しかいないですよ、というわけですね。はい。あと、キリスト教って、うん、アブラハムの宗教の、聖書の預言者、アブラハムの宗教から来てるんですよね。はい、そうですね。結局はそうですね。はい。だから、同じ発展系として、うん、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教が生まれたんですけど、うん、そこはどう違うんですかね？それはとてもいい質問なんですが、はい、なんか一見同じようなところだからね。ということは、すみません。ということは、その解釈の違いで、一番いい解釈をしてるのがイスラム、じゃキリスト教ってことですか？いやいや、解釈じゃなくてね、まあ、それはちょっと。でも、はい、今、日本、地球には、うん、イエス様はいないわけでしょ？目に見える形ではいないですね。目に見える。でも一応存在はしてるんですか？そうそう。なら、そこに死後来るっていうのは、何を持ってきたっていうんですか？うん、何を持ってきた？目に見える状態になることを再臨っていうんですか？そう、目に見える形で来るんです、ね。牧師さんは、それを感じることができるんですか？はい、今ある
イエス様を。目で 見えませんが、その、そうそう、神の力は感じます。で、その、でも、イエス様に直接教えを漕ぐことはできないんですよね。見える形ではできませんね。でも、なんか心に感じる的な。そうそうそう、そうですね。じゃあ、それの、それを、その感じたものを書き起こしたのが、キリスト教の聖書ってことですか？ね、その最初の、まあ、十二弟子は、はい、直接イエス様とね、目で見える形で教えを聞いて、はい、まあ、その聖書を書いたわけですね。決して目に見えないものを書いたんじゃなくて、はい、まあ、旧約の場合は別なんですけど、はい、新約の場合は、まあ、イエス様を見て書いたのがあるんですね。はい、ですから、決して目に見えないものから書いたわけではないです。新約の場合は。はい。あと、すみません。これは、まあ、全く別の話なんですけど、はい。啓示宗教って何ですか？啓示宗教。はい。啓示を受けた宗教ってことなんですかね。私知りません。ちょっと。今ね、いろいろなページを見て、僕も今、学んでる途中なんですけど、あ、啓示宗教っていうのはなんかね、ユダヤ教とキリスト教と、うん、イスラム教が同じ立場であるってことを、強調してるらしいですよ。あ、そうですか。そうですか。これは誰が書いた言葉なんですかね。あ、すみません。これは分かんないでおられないですよね。すみません。うん、このアブラハムの宗教っていうのは誰のあれなんですかね。誰が作り出したものなんですか。ね、神様が、そのアブラハムに対してね。はい。まあ、彼を、彼を。でも、その下にキリスト教が生まれたわけでしょ、うん、そうですね。じゃあ、キリスト教はその前も存在したんですか？いえ、ないですよ。でも、うん、今、神は一人でしょ？そうそうそう。で、その神の教えを説いたのが、アブラハムの宗教でしたっけ？まあ、説いたという感じじゃなくて、契約をしたという感じかな。神と契約したという。その神はもちろんイエス様でいいんですよね。その、まあ、イエス様が現れるのはその後ですけれども、神ということでは、同じ神だというふうに考えているわけですね。ということは、神はいっぱいいる。いや、一人一人です。でも、今、現に2個言っちゃったじゃないですか。それを三位一体って言うんですけどね。はい。三つの形で神、一人の神が、三つの あと一体どこなんですか？精霊ですね、精霊。精霊。父子精霊って言うんですけど、僕たちにどういうあれをくださるんですか？どういう形で関係するんですか、人間に。イエス・キリストを信じた人の中に、はい、まあ、神様が来てくれるんですね。はい。それが、まあ、精霊が与えられることによって、私たちの心の中に神が来てくれるという。ということは、精霊が与えられる？そう、そうそうそう。だから精霊はなんていうか、力みたいなものかね。いや、神ご自身なんです、それが。ああ、その精霊、神が僕たちの、うん、心の中に来てくれる。そうそうそう。そして、その一つの神である精霊さんが、うん、同じ精霊、神であるイエス様を呼んでくださる。こういう考えでいいんですかね。というよりもね、一体、つまりですね、父子精霊がバラバラじゃなくてね、はい、その、一つ、一体というか、まあ、要するにこう分離してるんじゃなくて、はい、一人の神、ちょっとそこをなかなかね、はい、説明が難しいんですけどね、はい、父子精霊が一人の神と、バラバラじゃなくて三つじゃなくて一つというのが三位一体なんですね。はい。で、それはあなたは理解できてるんですかね。完全に理解してる人は誰もいないんですね。でもなんか分かるんですか？もう、なんて言うでしょうかね。なんて、まあ、人間は神以下の存在なのでね。はい。人間をはるかに超えた神を、はい、理解することはできないので、100% 説明できる人は誰もいないはずなんですけども、はい、しかし、まあ、その、四股精霊が、ちょっと、はい、間ですいませんけど、ちなみに、
キリスト教のどこに属されてますかね、正教会、東方諸教会。私はね、プロテスタントのカリスマ派というところに属してるんですね。プロテスタント、カリスマ派。はいはい。あ、すいません、話止めて。あ、どうぞどうぞ。はい。はい、で、その三位一体というのは、なかなか説明が難しくてですね、はい、まあ、簡単に言うと、イエス・キリストは神だよという言い方をしますね。イエス・キリストは神だよ。神の子なんだけど、神だよと。はい、そうすると一番まあ分かりやすいというか。イエス・キリストは神の子であると。神の子でもあるんですけど、神でもあるんだというね。なんかまあ、とりあえず、我々の理解を超えたものであると。そうそうですね。そこは、人間を超えたものだから信じるほかないと。まあ、もう少し言うとですね、神様目に見えないでしょ、ね、神様目に見えない、はい、その目に見えない神様をこう、まあ、信じやすくしているっていうか分かりやすくしているのがイエス様で、その目に見えない神様を目に見える形に現れたのがイエス様と、そういう感じですね、はい、粘土みたいな感じですかね、その中粘土の一つがイエス様、粘土ね、 目に見える形という意味っていうですかね、パソコンのネットワークみたいなもんですかね。いろんなところからアクセスできる。いろんな形に献献できる。まあでもね、基本的には、その、イエス・キリストだけが神を認識することができる方。はい、つまり他では、例えば、イスラム教とかユダヤ教では、もう神を認識することはできない。まあ、ですね、できない。でも、イエス様以外が認識しちゃったら。そうそう、はい。イエス・キリストの名前だけが初めてアクセスできる、神にアクセスできる入り口というふうに考えるわけ。だからイエス様っていうのは、なんていうか、最初の門番みたいなもんですか、ね、そう、最初の門みたい。入り口みたいなね。天国の入り口みたいな。この前に聖霊さんがいるのか。聖霊様は、その、イエス・キリストを信じることによって与えられるのであって、やっぱりイエス・キリストを通さなければもらえないんですね。だから、イエス・キリストさんを知ってたら、うん、イエス・キリストさんとかそこら辺の神様が、うん、聖霊ちゃんを、聖霊ちゃんって言っちゃダメですね、聖霊様を僕たちに、くださるというか、そう、そう。お使いに、そうそうそう。してくださるんですか、ね、そうそう、そうですね。なら、キリスト教を信じるじゃないわ、イエス・キリストを信じることが第一、そういうことですね、そういうことです、そいつ、その自分の罪、神様に対する罪というものを認識して、その自分の罪が許されるためにイエス・キリストを信じるということね。すみません、ちょっと自分で言ってわけわからなくなったんですけど、はい、イスラム、じゃキリスト教を信じるというのは何を信じることなんでしょうか。そのまず、その自分がその神様に対して間違っている、その罪を犯している存在だということを認めて、はい、その罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかって、そのイエス・キリストを信じれば、はい、その罪が許されるんだということを信じるとか、はい、それからイエス・キリストが本当に自分 の, そういう救いに来てくれた神だということを信じることとか、はい、それからイエス・キリストの言葉、いろんなその命令とか約束がまさに神の言葉であって神の約束だということを信じるということでしょうかね。アブラハムの宗教というのは神と契約した宗教で、その宗教を参考にしたのがキリスト教でいいんですかね。いや、参考ではないんですね。そのよく旧約聖書、新約聖書って言うでしょ。はいね、でその旧約聖書っていうのはまさにアブラハムと神との契約、古い契約って意味なんですね、はい、で新約聖書っていうのはそれを改良したとかそういうことじゃなくて、新しいそう、イエス様と人間が契約する契約が新約聖書なんですね。アブラハムの契約っていうのは、神とアブラハムの契約ですね。アブラハムというのは人間ですかね。人間です。はい。人ですか、それとも誰か一個人ですか。最初はアブラム一人なんです。最初はね。でもその後、そのアブラムの子孫であるイスラエル人ね、はい、イスラエル人と神との契約なんですね。で、その次は、
イエス・キリストと、まあ、クリスチャンの契約と言ったらいいでしょうかね。イエス・キリストとクリスチャンの契約が新約ですね。はい。あ、すみません、ちょっと理解力がなくてですね。いや、ね、いっぺんでね、はい、全部をちょっと聞いても、うん、それはちょっと難しいと思いますよね。簡単に表すことが、やっぱしにくいですね。でも、浄土真宗とかなり似てるという聞いたことありますよ。浄土真宗というのはね、なんかね、人々っていうのは、はい、現世において悟りを開けるほど、うん、荒廃、高きものではないと。うん、だから、そういう、なんていうか、人知を超えた世界の正義について頑張ってもしょうがないっていう、うん、私たちは、を作り出したものがもちろんいるわけですよ。うん、その人たちが考えていることには、僕たちが考えつける世界を超えていると。うん、だから、この人で開くのは諦めようと。うん、で輪廻転生っていう仕組みがあってですね、うん、それを経て、うん、お浄土っていう空間に転生したときに、うん、人々よりも高貴な存在に生まれ変わることによって、うん、そこを理解しようっていうのが、まあ、っていう宗教ですかね、うん、簡単に言うと、うん、そうですか。まあ、極楽、浄土って、まあ、天国みたいなところがあるということですかね。はい、地獄もあるんですか。地獄ももちろんございます。火の池ですか。火の池とかはね、あくまでもあれは偶像の世界でありまして、うん、地獄っていうのは地獄にいた人にしか分からなくて、うん、そういうのを含めて、うん、お守り、あ、見守ってしてくれる、来てくれるのを、うん、してくれる人が、阿弥陀仏様なんで、うん、お釈迦様とかが我々を眺めてくださってるんですよ。だから地獄に行った様子っていうのは、うん、地獄に行った人とお釈迦様しかわからないんですよ。うん、だからそこら辺はまああくまでも我々の偶像を超えないですかね。うん、その火の池とかは。そうですか。はい。はい。まあ僕もね、まだそんな本格的にというか、うん、悟りを開いた人間ではないんですよ、もちろん。なんで、人々に教えを解けるほど、なんていうか、自分も、より深く理解することが今重要で、なんか、あんま人に教えることが苦手なんですけど。でも、少なくとも、趣味を認めるっていう点では、一緒なんですよ。その、うん、極楽、浄土真宗における罪とは何ですか？罪っていうのはですね、すべて人々って生きる上で、うん、罪を犯さないっていうのは無理であって、うん、例えば人と一致喋ることにおいても、誰かがそこで不幸になるかもしれないし、うん、あるいはその発言によって人々を幸福、良くしてしまっても、うん、それは一種の罪に当たるわけですよ。人の人生を変えちゃうわけだから、そういうことを全部含めて、うん、なんていうか、人として過ごした時間っていうのを、が一種の罪であると。だから、自分が人であるっていうことを自覚するの方が近いですかね。罪を認識するというよりは。自分のことがよくわからない人は、それ以上に言ってもまたわかんないんで。罪はどっから来ました？罪ですか？罪はどこから来たかと言いますとね、そこら辺まだね、僕もペーペーなもんでよく分かってないんですけど、でも僕が知る限りでは、どこから来たものではなくて、罪があったからそれを救うために仏様が現れるんですよ。罪のない世界に仏様っていうのはいらなくて、罪のない、汚れない世界には、救うものも救われるものもなくて、全員がそんなこと考えずに豊かに暮らしてるわけですよ。そこにパッと現れた罪、それに対して対応するべく現れて、知恵を絞り出して、高貴な存在になられていたのが仏様なんですよ。はい。似てるとこはありますね。その、はい、私たちも、その罪、まあ、罪が何かっていう定義もあるんですけどね、はい、つまりそれは神様が正しい方だから、まあ、神様に対して敵対したり、
その従わなかったり感謝しないことが罪だと考えるんですけども、はい、まあ、その罪はアダムとエヴァから来たと。一応ね、浄土真宗っていうのは、うん、あくまでも仏教の一環でして、うん、これはね、今のは浄土真宗の考え方なんですけど、うん、これはあくまで僕個人の考え方なんですけど、うん、僕たちはなんかね、宗教とか考えれる生き物じゃないと思うんですよ。宗教を考えられる生き物ではない。はい。だってそれを考えられるってことは、すでに、うん、なんていうか、人間を超越しちゃってるじゃないですか。人間は自分の中にあるものは理解できますけど、それは、あの、人々を外から見るっていうのは、自分を外から見るっていうのは、それにしか、あの、自分より上のものにしかできない、あの、ことでしょ？だから、そういうなんていうか、宗教っていうのは、あくまでも、人々が生きる意味を見出すためのものであって、生きる意味を見出して、またなんていうか、その人生を豊かにするプロセスの一環であって、だから、確かに宗教を信じるのはいいことだけれども、なんていうかね、宗教にあの縛られる生き方っていうのは、ちょっと僕はどうかなと思ってて、だからこそなんていうか、あの、宗派の中で、仏教っていう宗派の中では、一番僕というか、そういう考え方をしてくれてるというか、そういう考え方を思う元が浄土真宗だったんですよ。だからそういう意味で僕はなんか考えてそう思ってるんですよ。ああ、そうですか。はい。はい。はい。ちなみに、はい、これはあの、今はなんとかキリスト教の説明しかしてもらってないんですけど、はい、Q さんでいいですかね。はい、はい。Q さんは、どういう考え方を持っているんですか？私は、あの、クリスチャンになってね、まあ、その、ある意味、悟ったわけですね。悟ったわけ。キリスト教的に悟ったわけですね。キリスト教的に悟るってどういう意味でしたっけ？つまり、罪がわかる、神がわかる、その十字架がわかる、はい、天国と地獄がわかる、はい、人間の生きる意味がわかる、はい、人を愛することがわかる、はい、本当にさまざまなことが悟る意味が悟るという、うん、はい、その悟ったですよね。そうそう、はい、確信持って悟ってね。あ、どうして確信持って悟ったんですか？僕はね、うん、ちょうど家が寺で、うん、その生活を通してというか、うん、その上でなんていうかそういう考え方が身についたんですよ。その私が悟ったというのは、その、また私自身もその十字架によって変えられたということもあるし、でたくさんの人がね、たくさんの人がやっぱりイエス・キリストを信じて、はい、変えられてる証っていうんですけどね、はい、その証を見て確実にこれは真理だということが分かるんですね。やっぱりその違いっていうかね、例えば本当に悪人が善人になる奇跡がどんどん起きるし、あ、すいません、一つだけいいですか？はい、はい、あ、一つだけ二つなんですけど、はい、神の方で、なんか僕が偉そうとか言ってるんですけど、単純に僕聞きたいだけっていうのと、はい、あとね、僕はまだ悟れてないんですよ。あ、悟りを開くっていうのは、あの、浄土というか、うん、人々を調節したから、なと思うんで、あの、そうだけ言っておきます。うん、はい、わ、はい、かりました。はい。はい、もう、あの、そして私、まあ、ニコ玉で6年ぐらい伝道してるんですけども、はい、その、確信が増してくるというか、はい、もう疑いようがないという感じで、はい、もう本当に、こう、悟りが、こう、なんて言うんでしょうかね、こう、はい、成長してるというか、はい、ますます分かってくるみたいな、そういう感じですね。あ、まあ、とりあえず、まあ、まだ未熟な僕には、はい、なんていうか今回の一つだけではもちろん分からないことがあって、ただまあいろんな考え方があるというのが分かったんで、またなんていうか、自分がね、またこういう話が聞きたくなった時とか、そういう時にまた一つさせてもらいます。そうですね、そうですね、はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、どうも、失礼します。シャロン、シャロン。はい。
今日はですね、九十八まで予定してるんですが、実はこれは予定したというよりも間違えて九十八にしちゃったんですが、今の方は浄土真宗の、ね、お寺の方なので、ぜひその皆様を知ってほしいと思いますね。住職のね、娘さんがクリスチャンになったという、はい、ダークさんから来てますけど、ダークさんはダークさんどうしましょうかね。じゃちょっとだけ出ましょうかね。もしもし。もしもし。はい、ダークさん、どうも。どうも、はい、久しぶり。はい、何か質問ありますか。質問、俺はニートになった。あ、本当、ニート万歳ですよ、ニート万歳。万歳じゃない。明日からどうするかってことで、俺はもう。あ、だったらいいアイデアがあります、いいアイデア。いいアイデア。どうしてニートになったか。まさかいいアイデアって切るってことじゃないだろう。じゃなくて。切ったら負け。いいアイデアっていうのはね、将来が不安でしょ。不安。もう頼るもんがなくなっちゃったでしょ。何もない。だからこそニート万歳でね、イエス様を信じて、イエス様が養ってくれる、イエス様が守ってくれるということを信じるチャンスだよということですね。イエス様、お金くれるのか。もちろん。大事なのは金だ。いやお金じゃなくてね、そのもっと大事な方がいるんだよということですね。大事なこと。そう、金よりも大事な人がいるのか。もちろん。だってダラクさんがね、もし誰かと恋愛したとしますよ。恋愛したと、もう恋愛は良くないんだけどね、恋愛したとします。良くないのにしたとして、したとして、じゃあそのとっても大事な彼女とね、お金とどっちが大事ですか。金。本当ですか。本当ですか。笑い話、金だ。今欲しいのは金だ。じゃあダラクさんが将来結婚して子供ができた、可愛い娘ができたとしますよ。あ、可愛い娘。そう、自分のもう本当に目に入れても痛くないような娘ができたとして、その娘とお金とどっちが大事ですか。金だろ。金がなくて娘すら養っていけない。実際そうだろ。でもその娘のためのお金でしょ。お金のための娘ですか。金あっての娘。ん？金がなくちゃ娘なんて。じゃあお金のために娘を利用してもいいっていうわけですか。ああ、いいだろ。娘で金が稼げるならそれが本望。そう思わないか。思わないですよ、思わないですよ。普通は普通の人でもね、そのお金よりも娘の方が大事でしょう、普通は。まあ確かに、いやでも実際娘が死にそう、ここに100万ある、どっち取る。もちろん娘でしょ。ただお金ない。ん？そうなった時どうする。娘の死を見取って死を待つか、それとも100万を取って豪勢に遊ぶか。何を。これは違う。まあとにかくね、大事な、終わらせかかってんのはいいだろう。大事なことがあるんだよっていうことね。大事なことがあるんだよ、もうとてもとてもね、もう本当に大事なことがあるんだよっていうこと。確かに。なんだ俺40分50分待って。何の本当に相談したいことができなかった。ただ出たとつじゃねえか。この腐れじじい、ふざけるな。沼何沼って。何沼。まあ、本当にね、大事なことがあるっていうことを悟ることが悟りですね。そのイエス・キリストという方がもう本当に尊いお方、大事なお方だということをですね、まあ、悟ることが悟りです。皆さん悟ってください、ね、本当に真理を悟ってください、大事なことを悟ってくださいね。はい、他に一つの方いないでしょうか。あ、ココさん、
さっきの方ですね、ちょっともう一回出ましょうか。はい。もしもし、はい、すいません、また来ちゃって。はい。あの、ちょっとまた疑問に思ったことがあって、はい。あの、仏教っていうか、日本っていうのは、はい。にもともとある古神道。はい。っていうのは、いろんな神がいてっていう宗派、宗教じゃないですか。はい。で、キリスト教ってそれを認めてないんですか？認めてないですよ。どうしてですかね。神は一人だからね。神様。一人だから。そうそうそう。本当の神は一人だから。なら、他の宗教でいう、あれは、どういう宗教、あ、すみません。そういう神様は、うん、そういう神様が偶像っていうことですか？そういうこと、そういうことですね。偶像。じゃあ、その偶像は、なんか人間が都合よく生み出したものなんですかね。うん、あのね、まあ、その偶像っていうのは、私たちいろんな意味合いがありましてね。はい、今の凸の方みたいにお金も偶像になるし、はい、まあ、自分自身も偶像になるし、はい、何でも偶像になっちゃうんですよ。その人が本当にこう、あの、なんていうの？すみません、はい、人っていうのは偶像なんですか？我々は。あのね、偶像っていうのは結局、神じゃないものをあたかもこう大事にする、価値があるものとか、神のように扱うとか、はい、例えば恋人も偶像になるんですよ。恋人は概念、要するに理想化して偶像化してね、はい、それからよくあのアイドル歌手とかいるじゃないですか、はい、ああいうのも まさにアイドルなんですけどね。アイドルって偶像って意味なんですけど、はい、ああいうアイドル歌手も偶像だし、はい、何でもね、その人が神じゃないものをこう尊べばもうそれは偶像になっちゃうんですよ。うん、だから、他の宗派は神を尊ぶことがダメ？そのイエス・キリスト以外のものを神としてれば、それが偶像ですね。っていうのはダメ。ダメ、ダメ。偶像崇拝はダメという。崇拝はダメ。偶像崇拝はダメ。でもイエス・キリストをその崇拝することだけが正しい、信仰だということですね。すみません。なんで僕たちはイエス・キリストをあの信仰してるんでしょう。それはあのその方本当はイエス・キリスト様を通して、うん、あのなんかあれをしなきゃいけないですかね、うん、あの神をあすみません、うん、神を信じるっていうか、神あ一個語弊ありますけど、うん、神にひれ伏すことが信仰なんですかね。あのひれ伏すっていうのは形ですよね。形でも大事な中身ですよ。中身、中身が大事。うん、すみません。あ、心って偶像ですか？その心がどうであるかが大事なのでね、その心の中にイエス・キリスト以外のものをこう、はい、なんていうかな、偶像化してればそれが偶像ですね。人には心はありますか？あります。心はあります。心はある。はい。その心で思うことができる。思うことができる。その思いが、うん、キリスト教を含む神に通じることが正解であると。うん、ごめんなさい、もう一回言ってきます。その心が、うん、心で、うん、キリスト教っていうのを、うん、あのを信じるっていうのが正解だと。キリスト教を信じるっていうよりもですね、その心がね、はい、心が、あの、まあ、簡単に言うと、まあ、罪人っていうのは悪魔の心を持ってるみたいな感じ、はい、悪魔の心を持ってて、その間違った考え方をしてるという感じ、はい、ところがイエス・キリストを信じるときに、その、罪が許されて、まあ、神の心を持つようになるみたいな、そういう感じ。悪魔の心から神の心になる、そういう感じですね。ということは、今持っている悪魔の心でキリスト教はあの信仰しちゃダメなんですか？悪魔の心はそのイエス・キリストを否定するっていうか、嫌うのが悪魔の心なのね。ということは、イエス・キリスト様を信仰しようと思った時点で心は入れ替わるんですか？そうですね、そうですね。
じゃあそれを、もともと生まれた時は悪魔の心ですか？そういうことそういうことですね。でも人間っていうのは神様が作り出したんですよね。そうですね。なんで悪魔の子を宿っちゃったんですか？そう、アダムとエヴァがですね、食べちゃいけない、はい、その善悪を知る木の実っていうのがありましてね、はい、それを食べちゃったために、あ、すいません、ということは、それを食べなかった善悪を知らなければ、今この世で悪いってされてることをやってもいい、まあ、そのことを悪と認識できなければやってもいい。いやいや、そのね、善悪を知るっていうのはまたちょっと別な意味があって、そういう意味じゃ ないんですけどね。とにかくその実を食べちゃったことによって罪が入った。その罪とは何かというと、悪魔の種というか、悪魔の心が入っちゃったということですね。つまり悪いことをするようになっちゃったということですね。それが今まで浸透しちゃってる。それが遺伝してるということですね。すべての人間が悪魔の心を持つような人間として遺伝して生まれてきてるんだよということですね。すいません。じゃあなんで神っていうのは善悪の実を作ったんですか？人間をそのテストするわけですね、テスト。でも善悪の実を食べる前は善悪の区別はできるんですかね？まあそのね、善悪を知る気という、その善悪を知るという意味合いがね、単なるこうその知性で善悪を知るという意味じゃないんですよ。ちょっとそこのところはね、時間がかかるので説明しにくいんですけど、とにかくその、はい、神様が食べちゃいけないよと、はい、テストしたわけですね、テスト。だから神様は食べちゃいけないって言ったんですかね？そう、食べちゃいけないって言った、はい、テストしたんですね、そう、言うことを聞くかどうかね、はい、ところが言うこと聞かなかった、言うことを聞いてくれなかった。そうですね。でそのなんか身に罠を仕込んだみたいな感じですかね？罠っていうか、もちろんそれはね、その罠にはめるためにやったわけじゃないんですけどね、はい。まあ、それはね、全ての人間、私たちも同じなんですよ。私たちもそのイエス・キリストを信じるか信じないか試されてるんですよ。だからアダムとエヴァだけが試されたんじゃなくて、全ての人間が試されててね、神をその信じるか信じないかっていうテストをされてて、その信じることによってテストに合格できるわけですね。了解しました。はい、これが、まあ、質問でして、はい、でさっき聞きそびれたことがありまして、はい、天国に行ったとってどうなるんですか？天国に行ったらもうその死もないし病気もないし、はい、まさに極楽浄土ですね。すいません、あ、そっか、死ってどういうあれでしたっけ？死というのはもう要するに、その肉体が死ぬように、はい、天国で死ぬようなことはないということですね。天国で死ぬっていうのはない。肉体の死ってどうなんですか？まあ、肉体の死のように自分の存在が消滅するということはないということですね。はい。永遠に生きることができるという、永遠に生きることができる。生きることっていうのは、良きこと。もちろん天国で生きることは良いことですね。でも地獄で永遠に苦しむことは良くないことですね。じゃあ、天国でまた罪を犯さない僕たちはこういうふうにいるんですか？そう、天国ではね、罪を犯さないんです。犯せないと言ったらいいのかな？犯せないんです。天国に娯楽はあるんですかね？娯楽以上のものがあります。極楽以上のものがある。何かまあ、僕たちが感じることができない。もう、その私たちがこの世で感じることのはるかにものすごい素晴らしさに喜びがあるんです。あともう一つなんですけど、はい、なぜ Q さんは死なないんですか？この地上では死にますよ、この地上では。なんで今自殺を選ばないんですか？禁じられてますね、自殺は。自殺で禁じられてるんですか？そう。それはどうしてですかね？それやっぱりね、その、人間の体はね、さっき言ったようにこう神様が入るじゃないですか、はい、私たちの体は神様の神殿になるんですね、神殿、はい、だから、はい、神の神殿を壊してはいけないって書いてありますね。人間は神の神殿であると。そう、まあ神がいる場合にはね、
神がいる場合には神の神殿、または場合によっては神様に似せて作られた存在なので、それを殺してはいけない、人を殺してはいけないということですね。で、自殺は結局自分かもしれないけど、自分も人間ですから、だから自分のものではなくて、やっぱり神のものなんですよ、私たちはね、はい、神のものを壊してはいけない。あ、すいません、なんか多分さっきも聞いたと思うんですけど、はいはい、あの死ってなんで神様は作ったんでしたっけ、死の定義を、あ、死っていう時間の有限性を、人間がその罪を犯したために永遠に生きないようにしたということですね。あの罪があるわけでしょ、人間がね。だからその罪がある人間を永遠に生きないように寿命を与えたということですね。寿命を与えたんです。寿命を与えられた。うん。あ、ということは、もともとは、死なない存在。天国も地獄もなくて、ここが天国だったんですか？まあ、最初はエデンの園ですよね。エデンの園。で、そのエデンの園でもし、その食べなかったら、善悪を知る木の実を食べなかったらどうなるかっていうのは、ちょっと推測でしかなんないですけどね。あ、じゃあ、あの、最後に一つだけ。はい。あなたはどうやってこのことを学んだんですか？あの、教会に行って学んだり、はい、いろいろ本、そのし、キリスト教の本を読んで学んだり。すいません。でも、キリスト教というのは、もちろん、新約聖書だけでいいんですかね？一応ね、旧約も使います。でも、新約の方がメインですね。じゃ新約と旧約聖書を全部読めば理解できるんですかね？いや、読んだからといって理解できるわけじゃなくて、やっぱりちゃんとこう、ポイントを学ばないと、あの自分で読むだけだとちょっと難しいかなと思いますね。あ、じゃあそれを都合よく解釈してる人たちと喋るべき。まあいろんな宗派があるのでね、できればあの、はい、カリスマ派から学んでくださるといいですし、まあこの放送で毎日やってますから、この放送を聞いてくださるだけでだんだんポイントが見えてくると思いますね。あと、はい、すみません、なんか最後って言ってたのあと一つだけ、はい、あの各宗派って、はい、あのキリスト教にも宗派がありますよね、はいはいはい、どう違うんですかね。カリスマが一番こうなんていうかな、新しいと言ったら変ですけど、あの新しいキリスト教ですね。それはどうしてなんかどんどん新しくなってくるんですか。2000年の歴史があるんですけどね、はい、そのカトリックがちょっと堕落して免罪符と言って、はい、なんで2000年なんですかね。その前はどうなってるんですかね。あのイエス・キリストがこの世に来て2014年なんですね。はい。ですからその前はキリスト教はなかったんですね。あ、その前は、罪を犯したアダムとイブの子孫が好き放題していた、うん、まあそんな感じでしょうね。そこにそれを歯止めをかけるために来たと。そういうことでしょうね。あ、はい、うん。で、その2000年の歴史があって。はい。で、あの、カトリックがね、こう、あの、堕落して、免罪符を売るようになったんですよ。はい。その時、マーチン・ルターが、あの、そんなのはダメだと。ね、お金で信仰は変えないよと。はい。それで、あの、宗教改革をしたんですよ。はい。そこからだんだんプロテスタントが、こう、できてね、はい、そしてプロテスタントから今度あってことはその宗派の別れっていうのは、うん、あのその新約聖書と旧約聖書の理解の差なんですかね、うん、っていうもね、あのそのまあ信仰がこうもう一度回復してきたプロセスみたいな、だから最初の初代教会って言って、まあ、2000年前の教会は非常に、まあ、良かったんですけど、その後だんだんこう教会が堕落してね、はい、悪い方向に来ちゃって、しかしまたそのマーチン・ルターからもう一度信仰が、信仰復興っていうんですけど、信仰がまた純粋に なってきたということですね、はい、でそのカリスマがその今最先端で、はい、今一番こう純粋になってるという感じですね、はい、そういう感じです。了解です。ありがとうございます。はい、はい、どうも。はい。そのカリスマ派。はい、カリスマ派。はい、聞いてください。あの話いろいろ。そうですね。また来ます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、シャロン、シャロン。
はい、もう時間来ちゃったのでちょっともうあれですね、ごめんなさい。でもね、とてもいい話ができたと思います。はい、普段ね話さないようなことも話したかもしれませんね。じゃあ明石タイム行きましょうね。明石タイムですね。はい、じゃあ皆さん、今日のまあ突者、まあだいたい一人だったんですけど、二人いましたけど、今日の明石を聞いたまあ感想と言いましょうか、はい、今日の放送の感想明石スタート、スタート。キーちゃんの放送はトツがあった方がいいと思った。いや、今日だけですよ。今日だけね。カリスマが最新の信仰宗教じゃないですね。最新のキリスト教です。トツ社には時間制限が必要。キリスト教についてもっと知りたくなった。仏教に救いがないことを再認識した。インチキおじいと思ってたけど真実おじいだとだった。イエス様は世界 を教えてくれた。キューちゃんみたいに人の話を素直に聞けるようになりたい。イエスは勝利を取られた十字架の上で、カリスマも意外と仏教と近いものがあると実感した。発達障害が治りました。この放送で光が見えてきた感じがした。天国に食べ物ありますか？ありますよ。おいしい食べ物がありますよ。僕の学校の先生はクリスチャンです。よかったですね。素晴らしい。聖書を勉強しようと思った。いいですね。この放送を学校の教材にすべきだと思った。聖書を読んで生き方を学びたい。素晴らしい。講習がなくなりました。天国にどうやったら行けますか？今すぐ行かないでください。今すぐ行かないでください。イエス様を信じたら天国に行けます。イエスキリストを信じたら罪が許されて天国に行けます。天国大学はとても楽しいですね。エペソ2章を読んでいます。イアンさん、天国にネットがあるなら行きたいです。ネット以上のものがあるでしょう。良い面でも悪い面でもこの放送で勉強になる。天国大学に入学するようにみんなに勧めてます。ありがとうございます。なんで神は俺に辛いことばかり与えるの？いや、サタンが与えてるんだと思います。サタンがね。早くこの腐った世界から救われたいです。はい、イエス様を信じれば救われます。
近所の教会を覗いてみようと思いました。カリスマを紹介します。天国へは天使が連れて行ってくれるんですか？そうだと思います。天国でもニートできるなら行きたいです。もう天国はもちろんね、重労働はありませんよ。重労働はありません。この放送で毎日がハッピーパラダイス、北海道にもカリスマ教会作ってください。札幌にありますよ。札幌に今天国ポイントを一生懸命貯めています。アメン。素晴らしい。リバイバル来い来い。なぜだか涙が止まりません。神様に触れると、神様に触れると涙が出てきます。こんばんは太郎夫妻。こんばんは。イエス様はなぜ貧乏な僕を助けてくれるんですか？イエス様は弱い方の、味方です。苦しい方々に神様の愛がありますように。英二さん、以前はマジ虚しい人生だった。今はマジ感激人生。わお、神に近づけた気がします。イエス・キリストを信じると神と共に生きることができるのです。神様が皆さんの心の中に来てくれるのです。イエス様を信じると神を感じるのです。イエス様を信じると、神を感じるのです。神様を感じるのです。天国では働かなくてもお金持ちになりますか？もちろん、もちろんですよ。もちろんです。神の子になれるんですね。神の子なんです。この放送で霊的なことが多発した。アメン。以前めっちゃ虚しい人生、今めっちゃ楽しい人生。いいですね。素晴らしい証だらけです。素晴らしい証がたくさんあります。イエス・キリスト以外愛せません。アスナさん、私もそうです。私もそうです。イエス・キリスト以外愛せません。イエス・キリスト以外愛せません。天国は欲望だらけではありません。天国は欲ではないんです。天国の喜びなんですね。欲でもありません。欲は滅びると書いてありますね。欲は滅びります。天国の喜び、ものすごい本当の喜びです。モルモンやめてカリスマになることを決意しました。アメン。アメン。天国に乗り物あるの？雲ですね。皆さん、雲が乗り物です。無職なのにめっちゃ楽しくなってきたぜ。無職なのにめっちゃ楽しくなってきたぜ。アメン。アメン。イエス様、この放送に恵みありがとうございます。天国では恋愛できますか？恋愛できません。でももっと素晴らしい愛し合いができます。もっと素晴らしい愛し合うことができます。中卒なのに天国エリートになれた気がした。中卒なのに天国エリートになることができた。そうですよ皆さん、神の子ですから超エリートですよ皆さん。もうあれですよ、総理大臣よりもですね、大統領よりもですね、私たちは身分が高いんです。皆さん信じてください。イエス・キリストを信じれば神の子になれるんですね。もう超エリートですよ皆さん、喜んでください。
もう安倍総理よりもですね、アメリカの大統領よりも身分が高いんですよ、皆さん。神の子ですからね。神の子、天皇よりもね、天皇よりも身分が高いんです。皆さん喜んでください。イエス・キリストにあって神の子なんです。イエス・キリストにあって神の子なんですよ。皆さん、皆さんは超エリートになれるんです。超エリートです。もうコンプレックスなんか持つ必要ないんですね。もう超エリートですからね。もうコンプレックスが消えちゃいます、ね、イエス・キリストを信じるとね、超エリートです。もうコンプレックスを感じることはないのです。ぜひ皆さん、もう全然コンプレックスを持つことないんですね。イエス、信仰の力でイエス様の生活がワクワクしてきました。そうですよ、ものすごい可能性があるんですよ。ものすごい可能性。私たちは神の国を受け継ぐんです。神の、ぶち苦しい人生じゃった。ほんまに癒された。神の子の受け継ぐんですよ。皆さん、子供は親の財産を相続するじゃないですか。私たちは神の財産を受け継ぐんですよ。私たちは神様の財産を受け継ぐのです。ぜひ皆さん期待しましょう。期待しましょう。めちゃエリートになりたいねん。はい、惨めな毎日から救われました。アメンアメン。天が導いてくれることが今から待ち遠しい。はい、皆さん、永遠の未来があるんです。永遠の未来があるんです。皆さん、イエス・キリストを信じる者は永遠の素晴らしい未来があるんです。保証されるんです。ですから、この素晴らしい救いを得てください。リバイバルマンになります、エイジさん。皆さん、ただただ罪を認めて、ただただ罪を認めてイエス・キリストを信じるだけで、イエス様の弟子になるだけで、イエス様に、そのイエス様に従う生き方をするならば、もう永遠の命があるのです。この放送は希望を与える素敵な放送だと思いました。ありがとうございます。皆さんが本当に悟ってほしいのです。悟ってほしいのです。皆さんは御言葉によって真理を悟って、皆さんの人生は変わるのです。皆さんのその全てが変わるのです。全てが変わるのです。もう心が変わるのです。人間関係が変わるのです。もう絶望から希望になるのです。本当に大事なことが何かが分かるのです。将来がやばい状態だと思ってたけど、未来は明るいと、思うようになった。メッサー悟りたいと思った。メッサー悟りたいと思った。東京に行ったら LTA に行っていいですか、 USS さん。いいですよ、どうぞ来てください。どうぞ来てください。皆さん、本当の悟り、それはイエス・キリストを知ることです。イエス・キリストを知ることが本当の悟りです。イエス様を信じることが本当の悟りです。本当の悟りです。そこから悟りに入るのです。そこが救いの入り口、そこが癒しの入り口、そこが神の国の門なんです。イエス様が神の国の門です。イエス・キリストを信じなければその門に入ることはできません。イエス・キリストを信じることが羊の門であり狭い門なんです。皆さん、ぜひ、イエス・キリストを信じましょう。イエス・キリストを信じましょう。この方しか救いがないのです。この方しか救いがないのです。本当の救いは、この方にあるのです。他に救いがありません。他に救いがありません。この方こそ、救い主、唯一の救い主です。私もクリスチャンです。アメン。今から信じても手遅れですか。いいえ、いいえ、いいえ。今信じましょう。今信じましょう。
ね、生きているならば、救われるのです。しかし、まあ後でいいやと思わないでください、ね、後で信じようと思わないでください。今信じるのです、後で信じなくなるなく、信じれなくなることもあるからです。今信じるのです。そして今救われるのです。今救われましょう、今が救いの時です、ね、恵みの時です。めちゃ信じたくなってきた。はい、皆さん、もう本当にですね、もう天国と地獄の違いです。天国と地獄の違いです。自分の力で生きることは地獄です。肉的に生きることは地獄です。この世的に生きることは地獄です。アイスマンさんからちょっと呼び出しが来てますけど、ちょっとごめんなさい、もう時間がないのでね、もう招きをして終わります。はい、それではですね、今日の放送を聞いて、救われたい、信じたい、天国に行きたい、悟りたい人、人生を悟りたい人、神を知りたい人、神様の祝福を受けたい人、アメンと言いましょう。アメン。神様の祝福を受けたい、信じたい、人生やり直ししたい、もう本当に、素晴らしい可能性が欲しい、神の国を受け継ぎたい、アメン、アメン、アメン、思いっきりアメン。もう本当にですね、チャンスなんです、救われるチャンス、悟るチャンス、もう人生のチャンス、本当のチャンス、これ以上のチャンスはありません。これ以上のチャンスはありません、超エリートになります。超エリート、人間として最高の身分、最高のリストカットもやめられるようになります、ね、悪習慣がやめられるようになります。人を愛せるようになります。もう本当に、この方以上のことはないのです。この方以上のことはありません。天のお父様、感謝します。ニコ生で伝道できていることを感謝します。多くの方々があなたの御言葉を聞いて、その救われたい、神の子になりたいと、あなたが思いを与えてくれていることを本当に感謝します。たくさんの証があります。本当に証です。神の力によって変わるという証です。本当にイエス様、感謝します。今アーメンと言った方々が変えられますように。あなたを信じる信仰によって変わりますように、変わりますように、人生が変わりますように、心が変わりますように。悪いことから離れ、良いことを愛するようになりますように。神様の祝福を受けて心がどん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 変えられますように、清くなりますように、優しくなりますように、もう苦しみがなくなりますように、怒りがなくなりますように、不安がなくなりますように、恐れがなくなりますように、神の思いが来ますように、神の思いが来てネガティブがなくなりますように、ネガティブがなくなって人生が変わりますように。今アーメンと言った方々の人生が変わりますように、永遠の命を受けますように、永遠の命を受けますように。コンプがなくなりますように、いろいろなネガティブがなくなりますように。イエス様、どうぞ祝福してください。そして主よ、もっともっとたくさんの方が苦しんでいます。たくさんの方がまだ罪に苦しんでいます。福音を語る機会を与えてください。たくさんの人が福音を聞きますように、十字架を聞きますように、救われますように。イエス様、どうぞ多くの人たちが聞く機会を与えてください。福音を語る機会を与えてください。また信じた人たちが証しをしますように、伝道しますように。日本にリバイバルが来ることを信じます。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。今日の放送を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。
皆さん変わりますよ。変わります。明日の朝はですね、ロサンゼルスにいる秋夫さんとの通話